みんなのキャプテン義経健太です。さあ残り時間も本気で行くざんす。プレミアリーグ得点王、そしてエスペリオンユースキャプテン義経さん、なぜあんな個性的すぎる口調なんだ。大友、気になることがあるなら何でも言ってみるなり。まあやんの、気になることというか。義経さんの言葉遣いってどうしてそんなに変なんですか。まあアシトはそんなダイレクトに。心の赴くままに喋ってるだけずら。でもまあそれなりに普通に喋ることもできるなりよ。次回会おうし、ウェインドオブチェンジ。いや、逆に違和感が。